てダリ村も見て回ったし、いよいよトレノに向かいましょう。話したい。飛空艇のゲートはまだ壊れたままだけどさ、ぼちぼち人も集まり始めてるらしいし、もうすぐ治るよ。へえ。通りたい。あ、マリーちゃんも呼べないか。通るにはゲートパスが必要だぜ。持ってないなら通せないな。ゲートパスはあるな。分かった。今開けるよ。よしよしよし。開いた。あれ、話しかけられない。この先はダリの村だ。トレノは反対のもんだぜ。分かってるって。ありがとう、ありがとう。さてと。じゃあ、こっちですね。トレノ方面、夜間の旅にはご注意を。というわけで、またトレノの方に行きますね。お、なんかすごいぞ。ここ当たんの、やだな。えい。うわー、怖い。怖ー。これ使ってんのかな、みんな。なんつだろう。あ、宝箱だ。あ、1610ギル。こんなにいいのかな。もらっちゃって、もらっちゃおう。あ、そっか、こっちにも門あるんだよね。ここから外に出るとトレノはもうすぐだぜ。入れない。マジか。で、出れない。ちょっと待って。出た出た。さてさて、もう開いてるこれ。行っていい？行くよ。ん？おい、ここ、そこは橋を下げねえと通れねえぞ。橋？ゲートパスは持っているよな。オッケー、じゃあ通ってよし。おい、開けてやってくれ。なってるんだ。それじゃ気をつけてな。と言ってくる。トレノ、トレノ。さて、反対側来ましたね。こっちがトレノの方なんですけども。おー、夕焼け。変わるかな。うわ、すごい綺麗だね。なんか盗まれそうだぞ。先制攻撃盗む。こっちが盗んでやるわ。盗めないのかい。当たんないのかよ。どういうこったい。スタイナーなんか取られそう。なんか取られそう。土橋原石か。これがトレノですね。あー、夜になった。で、ちょっとすぐには行きません。あれ、でも見たことあるやつかな。こいつ会ったことあった。カーグスパイダー。ちょっとこいつ倒そう。原石かよ。あいつの名前なんて言う。鳥。なんかあるかな。あるです。トタか。あー、かっこいい。
いやーいいなマジうるさい。よし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 。で、そう、まだ行きません。こっちに、どこだっけか。黒いな、しかし。もうわかんないあっちの端か森の奥かなあ。こっちじゃないか。山か。普通に普通に山だわあっちか。森の方かな。曖昧すぎる。なんでこっち来たっていうね。あっちだ、あっち、あっちか。あれ、こっちか。あ、でもここ、ここかな。あれ、あーあれあバックアタックかよ。マンドラゴラ的な株だと思ったけど、ライフイガグリは？いった、ゼロか。かわいい動き。グリザラとかやめて。グリザラ？やばいな。あー、やばいやばいやばい。早くケアル、早くケアル、早くケアル。チェンジ、あんま意味ないかもしれん。ダメダメダメ。確かに。やばい。何か分かんない。多分違うか。あーあーちょっと、あーマジか。マジかよ。いた。何ゼロか。数増やす、とりあえず。強い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 。沈黙かよ。無理じゃない？これさ、あ、いけ、大丈夫。スタイナーの溜まってた、その溜まってたら、よし。本当にどうなんだ。まず使わせよう。ハイポーション、だが強っ。これ多分しばらくの戦争。自分ケアルで、え、逃げよう。なんであれあんなに効いたの。なにこれ、この技。え、マーカスはゼロだし。なんでだろう。え、当然じゃない？あ、逃げられた。え、やばいやばい。何500って。もう怖すぎるよ。なんなん。いやでも勝てたかもな。マーカスゼロだったし、逃げてしまったが。MP ないし。あったあったあった。ここですね。命がけできたけど、ここに行きたかったわけです。謎の洞窟があります。
不安度はですね、さて不思議な場所に来ました。なんか地獄のようなでも温泉か、温泉なのか、不思議な場所ですね。広いし、宝箱をとりあえず取って入れてるか。ここは一体何なんだろうか。下にちょっと降りてみる。降りれるか。おー怖い。砂、砂っぽいな。これなんだろう。あ、やった。あいつ倒そう、ちょっと後で。ん、あ、請求スコーピオ。あ、クポの実、そういえばモグリの大好きなレアアイテム、クポークププークピークポークピークポーポークポーグッピーフガ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 グポやばそうだぞ。で、クワンドで入手したレアアイテム、各地に散らばるステラチオの一つ。請求スコーピオ。スコーピオは臆病で、いつも自分の影見てた。今日こそ影に背を向けよう。坂道どんどん登っていった。ステラチオ物語。エーテル。よしよしよし。回復できるの嬉しいな、ここで。しかしあの株みたいなやつ強かった。で、奥か。お、こう生活してそうな感じので、フォークがあるっていうね、あそこにね、大きいフォークがある。ん、壁に何か壁に書いてあるわ。これは身長測った後、ビビ拾ってから半年、成長の兆し未だなしある。ん、ビビ拾ってきた、成長はしないんだ。おお、アイテムか、すごい。あの喋り方ってもいいね、なんか。あー入っちゃったよ、戻っちゃった。いい感じのとこじゃない。時計が止まってる。日付は最近ね。私がアレクサンドリアを出る1週間前かしら。ということは、あー、また入っちゃったあー、またちょっとわざとじゃないんだ、わざとじゃないんだよ。ということはだね、ビビはそこまでいたのかな。崖の下の海に何か見える。あれは泡かしら。泡、で終わりかな。これだけかな。とりあえず今はピピもいないしね、何もないけど覚えておきましょう、こういう場所があるって。ただで回復できる場所がここにはある。さて、じゃあ行きましょう。やっとだわ、やっと取れのに長い長い。またあいつに会いそうだな、森の中。おー、かっこいい。
あ、変えられない。ここは何でもないか。暗いな。しかしトレーナーのところは夜間注意だね。念のためね。さて、誰の入りましょう。おー、エビフライが通る。近距離。びっくりした。さあ入りましょう、トレノ。貴族の町トレノであります。まずはどこの貴族の家に白銀の針があるのか情報収集しなきゃね。ん、貴族なんて一部だけっす。夜が長いっすから盗賊にはもってこいの場所っす。貴様らのような者どもがこの夜の都を貶めたのだ。そんなのどうでもいいっすから、早いとこ白銀の針を貴族の屋敷からかっぱなってくるっす。カッパラウトはなんとゲスな。このスタイナーの目の黒いうちはそのようなことはさせないのである。そんなこと言ったって、それならどうやって白銀の針を手に入れるっす。えい、黙れ黙れ。とにかく盗みを働くようなことは断じてこのスタイナーが許さんのである。てかこの会話中にさ、他のキャラがちょろちょろ動いたりするのがすごい楽しいね。キューはね、ダンがどっか行っちゃうね。勝手についてきて人の商売にケチつけないでほしいっす。ちょっと何よ、そもそもであるな。行っちまうっすよ。待たんか、まだ話は終わっておらん。いや俺がじゃないっす。何をわけのわからぬこと。姫様、やはりこのようなものと行動を共にするのは。は姫様、あ、マーカス様行っちゃう。マーカス様とほほ、またでありますか。騎士になって18年、誇りあるプルート隊隊長の自分がどうしてこのような目に遭わねば。それもこれも貴族らの、貴様らのせいなのである。いないのであるか。いや、誇りあるアレクサンドリア騎士はこのようなことでくじけてはならん。まずは姫様を探さねば。さて、ここのね、 AT をちょっと逃さないようにしたいんですよね。まず名物からでいいかね。はい、なんかこのエリアに行くと消えちゃったりっていうのがあるので、ちょっと大丈夫かな、全部見れるようにします。はい、名物。待てー、泥棒かしら。やっぱり多いのね、気をつけないと。今押せた、押せたかな。うん、あれお金が、あー、あれ1000、あれ1000。待って待って待って、これさ、びっくりマークの時に押すと確か半分じゃなかった。多分多分、あー、やっちゃったな。これ押したつもり、連打しとけばよかった。くそーくそー、喋んない。門番いるんだ、一応いるね。え、偉そうな騎士様がこんな町に何のようだい。なんか取られそう、スタイナースタイナーで操作するのやだな、話しかけんの。なんか取られそうだわ、お金。どうだい、綺麗な夜景だろ、素敵ね。でもこの辺りって治安が悪いんじゃないのかしら。僕がついていれば大丈夫さ。彼女との楽しいひとときを邪魔しないでくれないか。彼女には話しかけられない。ごめんごめんごめん。ごめんねごめんね。じゃあ姫様追いかけ、あ、これ
泉にジュギルコインが投げ込まれている。投げますよ投げますよ、幸せになった気がした。投げよ投げよ、どんどん幸せになれスタイナー。これ何回だっけか。何回だろう、今何回目。まだかな、まだか。あれこれ何回、10回以上だっけ。まだか。あ、あ、コインを投げると違う形のコインが出てきた。やった、請求ジェミニー。よしよし、いいことあるじゃん。いいなぁ、4個目か。トレノで入手したレアアイテム、各地に散らばるステラツヨの一つ。請求ジェミニー。ジェミニーは小川で考えた。ここから素敵な歌を送ろう。どこにいるのかわからないけれども君に届くといいな、ステラツヨ物語。追跡、追跡にしよう。さっきのやつだと思うけど、あいつちょろいもんだぜ。この町でも結構稼げたな。いつぞやの四本腕の男ですね。うん、いけね。どっち逃げたのかしら。うっかりしてたわ、お金をすられるなんて。さっきはよく見えなかったが、なかなかどうして可愛い女の子じゃないか。まあ女の子がこんな夜の街を一人歩きなんてしないこったな。さて稼いだ金で次の街への支度でも整えるとするかな。だそうです。どこに逃げ上がった。お前ぼーっとしすぎだろ、こっちじゃないよどう見ても。この塔はいつも閉まってるの。これは間違いなく事件の匂いがするわ。ミスリルダガーか。これ塔か。ここは閉まってるってこと。鍵がかかっている。野望はまだ見えるかな。あっち行くとあそこに出てたから、ちょっとどうだっけな。あそこに出てたからもう怖いんだよここのイベントさ。こっち行ってみよう、こっち戻ってみて、出るか出ないか。こっち行くしかないもんね。でも順番に見れるかな。来た。あ、困惑やぼ。どっちでもいいか。順番に行く？野望、困惑、野望から見よう。ナタリー、いいマリオ。この町トレノは古くは貴族の町と呼ばれてきたわ。けどそんな歴史は偽りに過ぎないの。なんか大人びた女の子なんですけど。なんかマリオか。搾取されてきたんだよね僕らは。いくつだお前ら。ほんとトレノの水辺を自分たちだけのものにして、
い身分の者たちをこんな高所にしか住めなくしたの。貴族たちの横暴だね、ナタリー姉ちゃん。甘かった。そうよ、でもね、マリオ。そんな不平を述べているばかりじゃ、ここに住む惨めな連中と同じなの。権力がいるんだね、ナタリー姉ちゃん。なんかすごいな、これ。そう、権力を手に入れなくてはダメなの。貴族たちに不満があるのなら、自分が貴族になればいいの。そうすれば日々の生活に苦しむこともない。ついてきなさい、マリオ。なんだこれ。任せ。よもすえっす。なんだかな。あ、行っちゃったよ。素敵な場所ね。今度また他の方と来ることにしますわ。土台カードスタジアムを眺めながらのナイトティーは。申し訳ありませんが、当店は会員制となっております。すいませんでした。あそこがなんだっけ。これどうだったっけ。悩む。次が見えてないのが困惑？いや、あといけるでしょ。大丈夫な気がするぞ。じゃあこっち行ってみますか。あ、お前、おい、なんだ、なんか言おうか。この辺りで16歳ぐらいの見た目麗しい姫、いや女性を見なかったであるか。し、知らねえな。長い髪を後ろで束ねた可愛い女の子なんて。うめ、今私何と言った。あ、言ってない言ってない。その女の子の財布からちょちょっとお金をいただいたなんて言って。その金で買ったパワーベルトやるから。見逃してくれ、待たんか。逃げ足の速いやつね。ああ、というわけでパワーベルトはここで話しかけると手に入れられますね。なんなんだあいつ。でもあれだな、ちゃんと多分あそこのびっくりマークで押してれば、半額で済んだと思うんだよね。押せてないね。くそー、悔しい。いいね、でもこれカウンターとかある。ファイダーも覚えられるし。いいや、作れたな。身につければ力が湧いてきます。よし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 。こっちでいいのかな。あ、ここは合成屋か。学者。この屋敷の主人ビショップは非常に学問に興味のある人物でな、さまざまな研究に金を出しておるのじゃ。道楽で合成屋を経営したり、変わり者の研究者をこの家のそばの塔に住まわせたり、金持ちの考えることはわしらには分からん。ここが合成屋で、塔に住んでる変な人もいると。いらっしゃい。あ、この辺まだ作れるのね。デザートブーツ、あ、この辺も作ったけど、あれ作ってないっけ。でも持ってたよね。でも黄色いスカーフ、ガラスのバックル、デルミナスブーツ、カチューシャ、あ、この辺いいな。え、いいな。あとでちょっとやろう。今グダグダしちゃうから。いいね、ここ。話しかけたい。なんか言おうかね。私は君のようなものと話す言葉は持ち合わせておらんのだな、ひどい。もう誰にでも本当にひどい扱いされるな、スタイナー、お前は。かわいそうだよ。本当。こっちは何だっけ。